よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。今日は、ね、2022年3月20日日曜日、ここはね、愛知県豊田市さなぎグリーンロードの、西広瀬パーキングエリアってところです。ちょっとね、俺様ね、ちょっとだけ休憩してました。はい、じゃあね、今から出ようと思います。あ、ちょっと待って、その前にちょっと調べることが、調べてから取り上げることもね、はい、大丈夫です。はい、エンジンをかける嫌がらせです。嫌がらせってのは、ね、冗談です。今まさんとね、しただけです。はい、じゃあね、行きましょうか。通行料金、有料道路なんです。通行料金110円取られてる。110円分以上はね、活用しないといけませんね。はい、出発進行、那須の進行、地場源の腹巻きは濃い色。ガードレールのスポットがあります。
さんがあれやばいんじゃないって言ってるのを聞いて、なんかあんま面白く思ってないけど、いや実際やばいでしょ。
バニラの色でーす。
回しか言わなかったよ。だから多分カンペにあるわけじゃなくて、あれなのかな、たまたまアドリブで言ったのかな、ね、なんか感じだよね。はい、ゲストップはおしっこ用でーす。65% あれなんだね、なんか全線的に幅が狭いんだね。書いてあります。あの湯山さんがエブリーを読めることに驚愕しつつ人たちがいる。エブリーぐらい読めるでしょう。あ、あれあれですね、不走のゴミ収集車ですね。一番にあの浜木上がらせたのもね、あのこれに持っていると思われたので、ね、今のゴミ収集車も終わり小牧ナンバーでしたね。終わり小牧、木の木ですか、リンゴの木ですか。あ、今持ち主が戻ってきました。すいません、これ嫌がらせですか。そんなつもりじゃなかったんですけど。あ、そうですか、じゃあそこに警察行かなくていいですか。いや、これやっぱり来てください。もしこれ嫌がらせだったら許されることじゃないんで。家の前じゃないしね、しかも言って100メートルぐらい離れてるね。
ですって書いてあるこれ。
とあれだよね、多分ニュースに出るところで見つけたよね。あれでしょ、あの、なんだっけ、なんとかライン、ウトリトラインの道でしょ、これ。配送できます。あ、これウトリトラインか。そう、ウトリトライン、本当はあの、この、何、その、名古屋市内方面から、まあ、ここの信号、右方向に変わったから、まあ、配送だからあれか、ですね、路線外に行ってる感じかな。ライト照らし。
か分かりづらいんだよ。
ーで名神経があるっていう、ね、あれじゃ名神かな、こちら方面も小牧インター、小牧ジャンクションから小牧インターまでまだ透明なんで、だから中央道経由で大阪方面に行くにしてもほんのちょっとだけ透明は経由するってことになるんで、
赤色もしくは小松さんの色です。警察署長が話してるから、なんかそれについて電話するために
スパーのもしくは小松さんです。
定会で予定会で消えてます。岩倉駅前にあのあれちょっと待ってるでしょ、送迎のバスが予定会、ここにも止まってました。最初予定会って何のことかと思って、
止まれる、これね、止まれてから、ね、止まったんだけど、止まれでね、止まるとね、嫌がらせらしいです。止まれで止まると嫌がらせ。そこ止まらなくても危ないから嫌がらせなんだって。あのね、ナスコです。それではさよなら。ボーボー。